はい、こんにちは。クリエイター系声優の畑中真奈です。よろしくお願いします。はい、なんかねもう今ちょっとテンション高いんですけど、なんでかっていうと実はやらかしまして、実はですね、これ撮るの今日3回目なんですよ。何が起きたかっていうと、1回目録音回すの忘れてやっちゃってたんで、わあやっちまったと思って、まあでも1回目練習ってことでいっかと思って、2回目もう1回じゃあ撮ればいいやと思ったんです。やり直してたんですけど、2回目もまさかの回すのを忘れてそのまま喋りながらやってて、3回目でようやくですよ。これはもうさすがにちょっと撮れてると思うんで、これでいきたいと思います。本当にね、もう10戦ぐらいいっちゃったよ。というわけで今日はビオさんでね、ツイッター見てくれてる方だったら多分知ってると思うんですけれども、この多脚デッキで行ってみたいなと思います。ガード積まずに多脚積んでるっていう結構ふざけたデッキなんですけれども、意外と畑中的には使いやすくて、ちょこちょこ、まあ、フリバトで使わせてもらってます。味方が強いとね、刺さりやすいという、結局味方依存かよって感じなんですけどいいかなっていうね。ちゃんとこれのために配信者モードもオンにしましたから、間違えてオフにしちゃってたんですけど、オンにしましたから大丈夫だと思います。ピア様の音楽でね、いきたいと思います。なるほど、味方がダム様とギルで敵もダム様ギルジャンヌ、なるほど。ちょっと遅めに一時に飛びましょうかね。立ち上げを遅らせる作戦でいきましょう。よいしょ、これで取れちゃった。先にスタンかけるつもりだったんですけど、よいしょ、こっからスタンでいきましょう。よいしょ、吹っ飛べおらこれやりたい、これやりたくてやってる感ありますね。いやー、ナイス。いや、早っ。ジャンル猛暑してたんですね。一陣超広がっちゃったよ。味方強いな。これはでも、これはどうしたらいいんだろうか。ギル様がいるのか。ギル様がいる。ガンナー嫌なんだよな。よいしょっとな。で、おしゃれポタカイと呼ばれるね。その場で炊くという。あー死んじゃう、死にたくない、死にたくないから、ちょっとクラクラさせとこう。よし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 。もうね、ポータル指定せずにこういう風にタクと、お互いタクと、その場でね足元であれすることができるっていうのがあるんですよ。よいしょ、一陣ウルトラ広げてますね。よいしょ、お前ら飛んでけ、おらー、やだ死にたくない、死んじゃう。よいしょ、何で受けたかな、何だ。お、これは5-0いったんでは。味方ナイス、ありがとう。もうね、大したこと全然喋れてないけど、とりあえず味方が強かったっていう感じですね。ありがとうございます。いや、すごいね、ヘルプが早かったんで助かりました。 1キル今ビュー様1キルしてた。誰をキルした、全然覚えがないぞ。まあまあまあ、そう、今みたいに、ね、多脚がうまいこと刺さるとね、なかなか楽しいなって感じ。おーっと、スロットいいかな。なるほど、さっき言ってたじゃないですか、何回も失敗したって。これですよ、何回も失敗したからね、チップいっぱい獲得しちゃったっていう、そんな悲しいことになってたんですね。じゃあまあ2回目行ってみたいと思います。はい、多脚がうまいこと刺さると結構距離が取れるんでね、
ギル様みたいな足が遅いキャラだと飛ばした後に戻ってくるまで時間がかかるから、ガンナーですけど意外とその後の耐久がやりやすくなるかなって感じなんですよね。あとカイさんにも刺さるのが大きいですね。カイさんスタン効かないからシュースタンだけだとちょっとね対応できなくなっちゃうんですけど、多脚だと距離持たせられるから結構いいですね。フシさんとダム様、ワンコかわいい。なるほど。テルミンとサティさんと準備はよろしいですか。グラーベ隊長、バトルの始まりです。よいしょ、ダフさんですね。よいしょ、これで飛びます。テルミン早いんだよな、やっぱり。本当は落としたいけど、よいしょ、ちょっと距離足りないよな、やっぱり。いけるかな。あー、なるほど、なるほど、ダム様がもう来てたのね。早いねー。ダム様追いかけていきましたね。そう、ガンナーはちょっとね距離取ってもこれ死んじゃうな、多分。ねダム様もちょっと体力的にきついですね。リズさん今どこにいるのかな。なるほど、これはもうあれですね、向こうは仕方がないので。あー、どこ食らっちゃった。むしろこっちがごめんやで。よいしょ、よいしょ、よいしょ。スタンかかるかな。かかんなかったよ。ははは、よいしょ、吸える、吸えないな。まあそうですね、上がちょっと空いてるんで上行きたいけど、実際に任せよう。そうしよう。よいしょ、飛んでけ、おらー。間に合うのでは。ナイス。そうなるとそっちに行くしかないですよね。あー、間に合わないんじゃないか。間に合わないな。そうなるとそっちに行く意味がないから、シーンに戻りたいんだけど。よいしょ、あー間に合わないかな。間に合ってるな。よしよし、向こうに取りましょう。多分取れるはず。よいしょ、吸えるかな。あー、でも思ったより、思ったよりあれだな。よいしょ、よいしょ、なるほど。あー、結構広がっちゃったな。こっちにおいで。あー、ダメだ。30秒。結構厳しいですね。味方が倒されてしまいました。ピシさん、ヒロスケ欲しいな、欲しいな。あー、どこに来る、どこに来る、どこに来る。あー、こっ、なるほど、ダメだ。ごめんねー、ごめんねー。よいしょ、なんかごめんねー、ありがとう。負けちゃいましたね。いやー、ちょっとね、なかなかうまくいかなかったですね。だいたい負けたら多脚積んでる僕のせいって感じなんで、もう本当にごめんなさい、ありがとう。でも、はい、そんな感じで僕のツイッターでおなじみの多脚デッキ使わせてもらいました。なんかね、ぶっちゃけ多脚デッキ使ってるのって自分にプレス機がなくて、近距離当てられないとか、だいたいそういうのが原因なんで、もしおすすめのデッキとかあったらぜひ教えてください。助かります。というわけで、じゃあまた、時々こうやってコンパスですとか好きなゲームいろいろ配信していきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。畑中でした。